たくないね。僕、そういうあからさまな説明セリフ嫌いじゃないよ。したらどうですか？え、何かあったんですか？はあ、いつものことじゃないですか。そうそう、いつものこと、いつものこと。でも兄さんも千春もダラダラしているのはいけないと思います。こういう時だからこそ勉強をするなり運動をするなり。たまにはいいじゃん。僕毎日部活で疲れてるんだからさ。それもそうですね。それじゃ私は部屋に戻ります。ねえねえ、おにぃ、おにぃ。二人とも仲いいね。でも食べてすぐ横になると太っちゃうよ。大丈夫、ももちーと違って僕運動してるから。私だってしてるもん。本当かな。本当だよ。ちゃんと運動してるならご飯の量を減らさなくてもよかったのに。いつも通りだよ。僕知ってるよ。ご飯の前につまみ食いしてたでしょ。してないよ。その前にお菓子も食べちゃってたもんね。ももち大丈夫かな。これから走ってこようと思ってたところだもん。しないでしょ。お兄がそんなことしたら家に雷が落ちちゃうよ。逆ギレじゃん。僕とお兄が二人きりってすることは一つだよ。どうして？
が気になるんだ。うん、そういえば今まで口にしてなかったなって思ったの。ちゃんと気持ちよくしてあげるから。どうかな、お兄は僕とするの嫌？とお口でしてあげるからね。なんだよ、実はお兄もノリノリじゃん。じゃあいつもみたいに寝てくれる？そうそう、じゃあ乗っかるね。苦しくない？ねえねえお兄、まだ出せるよね？僕まだ行ってないもん。今度はこっちに入れてほしいな。こっち。僕、お兄に入れてほしい。お兄だからいいんだよ。もう言わせるなよ。僕のここ入れたくない？勃起したままだぞ。じゃあお兄が入れてくれる？さっきからそう言ってるじゃん。せっかく僕たちしかいないからね。そうだよ。もうお兄気づくの遅いよ。そう言ってくれて僕嬉しいよ。きっと気持ちが伝わったんだね。妹パラダイス2。ごちそうさまー。ゆずお腹いっぱい。ごちそうさまでした。ごちそうさま。うん、ありがとうお兄ちゃん。飲み物のおかわりいる？私がするから。そんなことないよ。
は食後に甘いものがないね。そういえばそうですね。それはその、ももか、ダイエット？しずくちゃん、もうお兄ちゃんまで。兄、面白いテレビもやってないし、勝負しようよ。うん、僕、新しいコンボ開発したんだよね。二人とも、あまり遊びすぎないようにしてくださいね。あ、イリナちゃん、何か用ですか、モモカ？それが、その、あのね、なるほど、わかりました。そういうことなら協力します。よかった、ありがとう。リリナちゃん、二人でこそこそして何のお話？あ、ゆずちゃんもいいかな。あのね、うん、うん、なんだ、そういうことならゆずもオッケーだよ。話はすべて聞かせてもらったわ、ももか。私も協力するわね。しずくちゃん、大丈夫よ、ももか。兄様には内緒にしておくから。しずくちゃん、そんな大きな声で言ったら意味ないよ。千春、今少しいい？あ、シーズン、何？ももかから伝言なのだけど、耳を貸して。はい、どうぞ。というわけ。オッケー、そういうことなら任せといて。にひひ、いいの、こっちの話だから。ごめんなさい、兄様。ももかに内緒にするよう頼まれたから。その方が兄様のやきもきする顔が見られるもの。あ、お兄、泣いてる？うわ、お兄、強い強い！時間に食べたら太っちゃうよね。寝る前のカロリー摂取は肥満の原因ですから。だけど寝る前に食べるお菓子って美味しいんだよね。そうそう、特にパジャマで食べるのって美味しいよね。何をするにも糖分は大切だもの。甘いものは乙女のエネルギーなんだよ。そんなにためらいなく食べられるの？だって食べるならきちんと食べなくちゃ。あれこれ悩んで食べても美味しくないもん。それはそうだけど、でもこれだけあるとどうしても目移りしちゃうけど。はっ、こっちも美味しそう。そもそもどうしてこんな量のケーキがあるんですか？食べるので協力してほしいとは言われましたが、ここまでたくさんあるなんて。それはその、今日までのケーキフェアがあってまとめ買いがお得で。お、お兄ちゃん。兄様、立ち聞きはおしまい？気配はもっと上手に消さないとダメよ、兄様。それがね、
ももかちゃんがこっそり食べるの手伝ってって。期限が今日までなんだそうです。それでダメにするのはもったいないからと。だってこれだけの量だとお兄ちゃんに太るぞって言われちゃいそうだったから、それで内緒にしようと思って。ももかはそういう部分には気が回らないものね。そんなことないこともないけど。でもももかちゃんが買ってきたケーキどれも美味しいよ。甘いものの目利きはさすがですね。どれもこれもね、私が食べたいって思ったやつなんだよ。だって買ってる時は食べられそうな気がしたんだもん。そうですね、私たちと兄様は一蓮托生だもの。ま、僕には関係ないけどね。チョコクリーム美味しい。千春ちゃんってどうして太らないの？体質？でもリナリナほどじゃないよ。兄さん、パジャマであればハイキックも問題なく打てることをお忘れなく。それに私だって過度に食べれば太ります。そうなの？だからこそ体型を保つ努力をしているんです。だらけていてはみんなに示しがつきませんから。すごいな、リリナちゃん。ももかも家事をこなして運動量はそれなりにあるんですから、間食や甘いものを控えれば。それは分かってるんだけど、ついつい手が出てしまうのね。うん。そんなこと。だってフェアは今日までだって言うし、お兄ちゃんの言う通り店員さんがおまけしてくれて。食べ物を処分するのはもったいないですからね。処分するなら僕のお腹の中にってね。それはそうだけど。お兄ちゃん、なんでそこでユズのことチラチラ見るの？キュー！お兄ちゃんなんかここにあるケーキ全部食べてパンパンに太ればいいんだから。化粧回しのデザインは任せて、兄様。兄様が太っても私の愛は変わらないという意味よ。各界は厳しいと聞きますから、兄さんに務まるとは思えませんが。ええ、兄さんが練習相手になってくれるのであれば。練習相手っていうよりサンドバッグになりそう。兄さんの場合、体重が重くなろうとも口は軽いままなんでしょうね。一つと言わず全部食べちゃえ。そして太れ、太っちゃえ。あ、飲み物入れるね。何がいい？お兄ちゃん、この後すぐに寝ちゃう？それならコーヒーはやめておくけど。うん、お任せだね。ももかちゃん、ゆずも飲み物おかわり。あ、僕も。はーい、じゃあ二人ともカップちょうだい。ねえねえ、お兄、せっかくだから少しゲームしようよ。
パラダイス2。朝からため息なんてどうかと思いますけど、寝起きだからこそもう少しシャキッとしないと兄として示しがつかないんじゃないですか。兄さんはいつもそうです。大体聞いてるんですか兄さん。聞いてないじゃないですか。父さんも母さんもいないんですから、しっかりしてください。兄さん、変ですよ。どうかしました？あ、兄さんが変なのはいつものことですが、いつも以上におかしいという意味です。ん？やっぱり変です。治りました？はあ、ダメですよ。休みだからって怠けるのは。外に出て日光でも浴びたらどうです？目が覚めるんじゃないですか？では私はこれで。でも気持ちの上では濁点を取りたいよなーって思ってたとこだよ。お兄はどうしたの？これ以上大きくなるつもりなの？ここでまったりしようよ。何かあった？嘘だ、なんかあったんだよ。どうしたの？
ないよ。じゃあする？どっちにしても勃起したままじゃみんなのとこ行けないでしょ。じゃあ僕としよっか。うん、大丈夫だよ、僕脱がないから。こうやってよいしょ、ほら。これなら見られても大丈夫。僕もエッチなこと考えてたからかな。お兄がチンポ勃起させてるのがいけないんだよ。そう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 、仕方ない。ノリノリだね。さては鬼、僕としたかったんだ。僕そんな、あの、早くしないと誰かに見られちゃうよ。やっぱり大きいね。こんなのが僕の中に入るんだね。僕が押さえておくから、このままどうぞ。